そうですね、うん、やらないよりは、まあ、センターまであと2ヶ月ですかね、うん、はい、はい、来てるか、はい、まあ、例えば即熟のシャドウイングだったらあれ長文50文なんで、はい、1日2文やれば、はい、まあ武田塾チャンネル。あと2ヶ月で今年終わりですよ。もう早いですね。あっという間ですね。この時期だとこう今からやって本当に間に合うんですかと、大丈夫なんですかっていうふうに不安になる子が結構多かったりしますよね。まあ間に合わせるしかないよね。そうですね。やっぱり今までやってきたことを信じて、うん、こう地道にやることが一番伸びると思うんで、はい、まあ、そのためにね、もし何か困ったことがあれば、はい、まあ、相談してもらえればということで、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。ラミ先生、はい、今回の質問はですか。今回の質問はですね、うん、今から即熟のシャドウイングが遅いですか、うん、長文の速読があまりできなくて模試はいつも苦労しますと。なるほど、まあ、今からっていうのはこれちなみに今12月ちょっと前ぐらいなんですけど、そうです ね、まあ、高校3年生とか受験学年ということ ことですね、いいですかね、うん、はい、まあ、ね、遅いっちゃ遅いけど、はい、まあ、やった方がいいよね。そうですね、うん、やらないよりは、まあ、センターまであと2ヶ月ですかね、うん、はい、はい、来てるか、はい、うん、だから結局そのね、入試の時間内に例えば終わらないとかの状況だったら、はい、さ、まあ、シャドーイングじゃなくてもいいんだけど、うん、解決はしなきゃいけないじゃないですか、どの日。そうですね、うんうん、でその解決方法として、まあ、速読英熟語とかを使ってシャドーイングやることで解決できそうならやった方がいいだろうし、はい、構文とかの問題なら構文やった方がいいだろうし、うん、だから何にしてもやらないよりやった方が絶対いいですよね。そうですね、うん、これはまあ間違いなくやった方がいいっていうのが答えかなと、はい、ですね、はい、まあ、例えば即熟のシャドーイングだったらあれ長文50文なんで、はい、1日2文やれば、はい、まあね、1日調整日入れたとしても週12分竹田塾から出してたりするんで、はい、1ヶ月あれば1週はできるんですよね、50分だったとしても、うんうん、だからまあ別にできんじゃないっていう感じかなとは思うんで、そうですね、うん、なのでまあ遅いっていうことは僕特にないかなと、うんうんうん、もっと早くからやった方が良かったかなっていうのはあるけど、まあそうですね、今から始めても、うん、まあ、損することはまあないかなっていう、うんうん、気はしますかね、はい、うん、僕もやっぱこの時期に、うん、まあ、もうちょっと前、この時期かな、 10月終わり11月ぐらいでやっぱりマーチがしっかり読めなくて結構音読したとかっていうのがありますよね、うん、あとシャドウイングも やってます、うん、はい、うん、だから解決策としてできることがあるなら終わらせる前提でやっぱり予定組んで、うん、今からでもちゃんとやった方がいいの、うん、だからそれでダメなのは中途半端にやって終わらないまま入試を迎えるっていう、これがやっぱり一番ダメなんで、そうですね、はい、身につくとこまでやんなきゃねっていうのがあるんで、はい、まあ、その前提で考えると一月でとりあえず一周するっていうペースでいると1日2分やればなんとか終わるかなとは思うんで、はい、まあ、そのペースでやれば問題ないんじゃないかなとは思いますね。そうですね、はいはい、なのでもう今日からやってほしいと思いますね。そうですね、すぐにでも始めてほしいですね、はい、はい、今回は以上です、はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。